だぜ。あいつ自分のお腹も満タンにしたな。はあ、お腹すいた。クレーパー聞こえるか。クレーパー応答してくれ。こちらクレーパー、そちらは。おお、イニアか。生きていたようだな。まさか俺の声を忘れちまったのか。忘れないし聞きたくもないわ。東八番の転送地へ来てくれ。待ってる。死ぬまで待ってれば。おい、ちょっと待て。今回嫌な声聞いちゃった。帰ったらシャワー浴びよう。捜索課です。こちら捜索者グレンの助手イリア。ボブの具合を知りたいの。ボブですか。そう、ボブよ。あのボブは亡くなりましたが。え、3日前に交通事故でした。ちょっと待って、どういうこと。ボブは今度の仕事で怪我をしていたのよ。今度の仕事。そう、カルマ号の乗組員救出の仕事。ああ、何かの間違いじゃないでしょうか。そのような発注はありませんが。私は助手だけど、間違いなく捜索者グレンが受けた仕事よ。しかし、記録に残っていませんので。そう。もう一度聞くけど、ボブは死んだのね。はい。ありがとう。まったくお前たち兄弟はよく似ている。はい、ペダンティッペダイです。こちら捜索者グレンの助手イリア。プットバイさんお願い。何や、おい。
コロブディンがない。あっ、パパがどこ行くんだ。おい、イリア、何やってんだ。死ぬつもりか。どいて。おじゅうちゃん、俺の電波団に乗りな。いいとこ連れてってやるぜ。なんなのよ一体。これで少しは俺の言うことを聞く気になったか。それともあれも俺がやったと思うのか。やらなかったとも思わないわ。イリア、後ろに乗れ。繋がるぞ。何やってんだ。そんな状態じゃバランスが悪くて加速できねえだろうがよ。あ、ちょっとしっかりしてよ。早く後ろに乗れと言ったぜ。また来る。うるせえ。オッケー。何がオッケーだ。一体何者。多分ペダンティッペ台の刺客だ。どうかしてるんじゃない。首都でこんなことして当局がほっとかないわ。そうでもないかもしれない。え、マイス星にゼーラムが現れたって噂が飛び交ってる。ゼーラム？うっ、ええ、多少の騒ぎがあってもゼーラムのせいだと言えば収まりがつく。そうなの？奴らもそのつもりだぜ。まあ、俺はゼーラムはデマだと思ってるがな。そうかな。本当にいるかもよ。え？私、二度も会ったんだもの。何？ゼーラムにか？待て、面倒かけるな。俺はお前の身を守れと頼まれてるんだよ。私の？誰に？わからん。だが電信連絡で仕事料も半金振り込み済み。お前さえおとなしくしてくれれば悪くない仕事なんだよ。悪いけど自分の身は自分で守るよ。それにゼーラムには個人的に気になることがあってさ。個人的だ？フジクロ、イリアに会えたか。ああ、今一緒だ。落ち着かねえんで困ってる。お前からもおとなしくするように言ってくれ。雇い主？そうだ。あんたよりは信頼できそうな声ね。フジクロ！間に合わねえ！電波弾が。待て、あと3分間だけ。もう少し協力しろ。おい、聞こえるか、屋台主。ダメだこりゃ。え、これはねえぜ。
シクロのやつ。しゃだよ。時計持ってねえんだ。じゃあね。いや、待て、まだ半金残ってんだよ。飲んだ、打ってくるぜ。手段ティッペ台はなんだかゴタゴタしてる。お前が狙われてんのもそのせいだろう。ところでよ、おめえ普段からそんなもんばっか食ってんのか。いいから続き話してよ。積み荷だよ、問題は。積み荷はゼーラムだよ。何、ゼーラム、本当か。うん、そうか、そいつはすげえ。一体ゼーラムって何なの。え、おめえ見たんだろ、二度も。うん、見ただけじゃ分からねえか。ゼーラムってのは凶暴で不死身の宇宙生物だ。まあ兵器にしたらこれほど怖いもんはねえ。それでこいつを飼いならそうとした愚かな奴らがいたらしいが、まあいい死に方はしなかっただろうな。とにかく随分前から当局ではゼーラムをペットにするのを厳重に禁止している。へへ、当たり前だよな。それをテダンティッペ台は埋葬に運び入れようとしたわけ。うまくいけばえらい金になるからな。まったく呆れちまうぜ、金のことしか考えねえんだからよ。そう、分かってきたぞ。テダンティッペ台は秘密が漏れるのを恐れてデマを流し、関係者の口封じを始めたってことだ。お前さんたちのやったことがなかったことになってるわけだ。これ、助けた乗組員たちもどうなってるか分からねえぞ。当然仕事量も出ねえよな。やめろ。大丈夫かよ、仮面だろ。兄さん、このまま出ろ。俺はブリッジの脱出手を使う。そんなものでこいつはやれん。今のうちに脱出手を出すんだ。チャンスだ。奴が抑えているうちに凍結させろ。できるだけ離れるんだぞ。これからもしっかりな。シャワー浴びてないや。ああ、ボブは本当に死んだの。ああ、俺も死体確認に呼ばれた。間違いなくボブだった。ああ、間違いなく俺にろくな仕事をよこさなかったボブだった。これは私の大事なものなんだ。ああ、
なんだそれ。ランファ、いよいよ出発の時が来た。相変わらず星派のやつら、くだらぬ失敗をしてやがるようだが、必ずうまくいく。任せておけ。なに、簡単だ。ゼーラムの捕獲は子供にもできる。ランファ、これを見たら驚くぞ。おめえこんなもん持ってて今までよく無事だったな。フジクロ、テダンティッペダイに連れてって。え、冗談じゃねえか。俺お前のお抱え運転手じゃねえ。私をテダンティッペダイへ連れてって。一応命の恩人だぞ俺は。よ、多分副社長のプットバイは生きてるわ。かもな。急いで。おいおい、そう熱くなるな。プットバイが生きてるとしてどうする気だ。まさかぶっ殺すつもりじゃねえんだろうな。わからない、会ってみないと。無茶すんな、ここは社会地区だぞ。ファンタ放送中、コントロール効かず。このままではテダンティッペダイに突入する恐れあり、避難願います。私は創作者グレンの助手イリア、副社長のプットバヤに会わせて。プットバヤは僕だ。貴様は何者だ。まったく付き合いきれねえぜ。武器を捨てて後ろを向け。とうとうやってきたな。相変わらず無茶なやつだ。またあなたね。相変わらずとは何よ。プットバヤは94階にいる。昇降機は第3から12まで使えるぞ。タオアジャンでもそれくらいスムーズにやってくれればね。時差があるんだ、仕方ないだろう。急げ、先回りされるぞ。言われなくても分かってるわ。こんなことをしてわざわざ死にに来たのかね。カルマ号の乗組員たちは生きているの？もちろんだ。みんな新しい人生をどう設計しようかと悩んではいるがね。あなたはどうなの？副社長プットバヤは死んだことになっているんだから、ここで私があなたを殺しても問題はないわね。確かにな。しかしここから生きて出られるつもりかね。おそらく当局にも通報されているだろう。命がけで助けた人を殺して死ぬなら本望だわ。
待て、それは感謝しているつもりだ。ちゃんと礼も用意してやる。礼？まあ仕事料だ。本来ならゴンバック保証の方から支払われるものだが、どうせ出所は同じだ。これを持っておとなしく帰った方がいい。もちろん仕事料はいただくわ。そうだ、その方がいい。ついでと言ってはなんだが、一つ聞きたいことがある。いいか。何？私のペンダント持っていないか。あの大切な。そうだ、持ってるわ。本当か？ええ。今持っているのか。よかった、返してくれ。この写真の女の子は誰かしら。あ、娘だ。名前は？チャンティーだ。そう、それじゃあランファンというのは奥さんかしら。それとも浮気の相手の名前かしら。ランファン、これは驚きだ。やはり生きては帰れんな。殺せ。いいけど、もう少し付き合ってもらうよ。まだ話があるんだ。貴様、ボブを助けてくれなかったのね。ボブの分。何？これが兄さんの分。当局には私が何とか話をする。何の話？いいや、上だ。上？最上階だ。降りようと思ってたのに。第二昇降機を使え、急ぐんだ。じゃあ早く。最上階へ行ってまた飛び降りろってことかしら。邪魔しないで。集中制御室の中に転送機がある。よく来たな、イリア。やっと会えた。あなたなのね。何度も助けてくれたの。助けになったのなら嬉しいね。ありがとう。どういたしまして。でもあなたは誰？俺の声を忘れちゃったのか。そりゃショックだな。まったくお前たち兄弟はよく似ているぜ。ボブ、ボブなの？ボブ、なんて姿になっちゃったの？そういうな、これも悪くはない。ただプロテクトがきつくてこのコンピューターから抜け出せない。俺を連れてってくれ。オッケー、わかったわ。ムジクロは役に立ったか？ほんの少しね。どう？私の分。OK だ、イリア。ドックを外してくれ。20秒後に転送だ。新しい人生ではゼーラムなんて忘れることね。一度死んだプットバヤさん。ああ、おお、ああ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 、
決意も新たに歩き始めるイリア。心の奥底にある偶然がいざなう古の科学者との出会い。楽園からの小さな訪問者たち。そしてヌバタマの闇より舞い降りてきた血の来訪者がイリアを幻惑する。こんな醜いやつ、兄さんとは似ても似つかないけど。母キギ。